どうも手洗いした高田康夫です。今日もお家で楽しく過ごしている康夫です。今日は超簡単な炊き込みご飯作りたいと思います。今料理して あれも揃えなきゃこれも揃えなきゃってなったら外出しなきゃいけなくなりますよね。生活必要なものはスーパーに買いに行っていいということですけれども、この際ですからお家にあるもので作ってみたいと思います。メガネ忘れてました。さあ、ですね、今日はちょっと2合炊きますので、4合とかになったら倍にしてください。洗ったお米の中に冷蔵庫に余っているものを入れていきます。鶏肉、これ大体 100g ぐらいを、細かく切りました。人参、椎茸も2つ残ってました。レンコン大好きなんですよね。さあ、ここにですね、まずはめんつゆ、これ大さじ2杯ぐらいです。1、2、はい、2杯ぐらい入れてきました。そして、お水を入れるんですけれども、これで、2の目盛りまで入れちゃってください。ごま油ちょっと垂らしときましょう。これできっと香りが良くなるはずです。これだけなんです。これでスイッチポンでご飯にしたいと思います。さあ、この中に、なんか変な音がした。炊き込みっていうメニューがあるので、せっかくなんで炊き込みっていうメニューで炊いてみたいと思います。あんまりいろんなもん使わないんですけど、今日はちょっとやってみます。スイッチオン。さあ、炊き込みご飯出来上がりました。開けてみましょう。おいしそう。さあ、それでは食べてみますね。あ、いい感じですね。おこげもできてます。おいしそう。いただきます。おいしい。なんか上品な味ですよ。これ冷蔵庫に残ったいろんなお野菜入れたら、この一品で全部こと足りるかもしれませんね。手抜き料理です。でさらに冷蔵庫の中にあったですね、康夫の常備食、この食べるラー油、ちょっとこれも乗せてみます。今さら心に突き刺さる。大人になってもできないことが。いかがでしたか、今日の簡単炊き込みご飯。冷蔵庫の中にあるですね、あと海苔の佃煮とか、あと塩昆布とか、そういうの混ぜても美味しいかもしれません。後乗せも美味しいです。それではぜひ皆さん、お家で楽しんでください。